心理を生活に実践するための動的工夫、生命の実相生活編より、朝の時間を生かせ。この生命の実相の大部分は大方朝の1、2時間に書かれた。この時間は我々が眠りより意識の世界に誕生した時の最初の産声を上げる時なのである。我々は無意識の世界、一層大きなケージの大本源の世界から徐々に意識の世界へと移動し始めるのである。まだ無意識の世界から意識の世界への架け橋は落ちていない。この時間は特に印象深く、一層大きなケージの世界から豊かなケージが流れ込んでくるのである。中略、朝の時間を利用する者は一日を生かすのである。毎日朝の時間を利用する者は生涯を生かすのである。新編、生命の実相第12巻6、7ページ。朗らかに笑って生きよう。笑いは、ただその人自身を健康に愉快にするばかりではない。快活な人は、周囲に幸福と健康とをまいて歩く。中略、いつも、自由に快活に高らかに朗らかに笑える人は、幸福である。諸君がもし不幸であるならば、そして、こんなに人生が悲しいのに、なんで自分が笑えるか、と言いたいようであるならば、諸君よ、一室に退いて、まず鏡を見て笑え。鏡に映った表情を見て、自分がまだ幸福の要素を多分に持っていることを、強く心に印象せよ。そして重ねて笑え。声を立てて笑え。中略。表情は心の表れであると同時に、心は逆に、表情で支配されるのである。悲しい時ほど笑わねばならぬ。笑い抜く時、悲しさは征服される。新編、生命の実相第12巻35-38ページ。日時計主義の生活。日時計の盤面には時にはこんな標語が書いてある。 I record none but hours of sunshine. 我は太陽の輝く時刻のみを記録する。自分はこの標語を日時計主義だというのである。諸君よ、諸君のうちを成長の家にしようと思われるならば、できるだけ輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り、思い出せ。中略、この世界の人々がみんなこの日時計主義に従って、不快な一切の記憶を次の瞬間から追い出してしまい、悲しい連想や憂鬱な暗示を吹き去ってしまうようにするならば、我らのこの世界はどんなに愉快に幸福になれるであろう。新編、生命の実相第12巻40-41ページ。人の生命の実相を礼拝せよ。その人の表面にどんな悪が現れていようとも、その人の本質を見るのである。その人の本質にある神を見るのである。どんなに人々が悪を犯そうとも、その人の本質は神の子であって汚れていない。どんなに紙幣が手垢に汚れていようとも、それは金貨に値する内在価値を持っている。諸君は百円札が汚れているからとて、その内在価値を疑うか。しからば諸君は、人間がどんな罪に汚れているからとて、その内在価値、神の子としての価値を疑ってはならない。核のごとくして、成長の家では万人のうちに、ただ神の子の存在のみを見る。新編、生命の実相第12巻47-48ページ。神の子の自覚に超入せよ。およそ成長する家の生活は、人間はみんな神の子だという自覚に出発しなければならないのだ。諸君よ、人間はみんな神の子だから、無限成長の可能性を持っている。自己を萎縮さすな。伸び伸びと成長させよ。無限にまで成長させよ。我々が成長するのを見て、神は我が子が成長するのを見たもうように、喜びたもうのだ。神の子の悪口を言うな。人を悪く言うな。自分を悪く言うな。中略、諸君よ、自身を恥ずかしめるな。みんな神の子だ。互いに喜んで愛し合え。自分を恥ずかしめる者は神の子を恥ずかしめる者だ。人を褒めるように自分をも褒めよ。人を拝むように自分をも拝め。自分に宿る神を拝み出せ。新編、生命の実相第12巻60-61ページ。今を全力を出して戦い取れ。成長の家の兄弟よ、今があなたの時なのだ。今、実に今だ。今の他に時はない。兄弟よ、
今あなたに与えられているすべてのことを今だんだん子として観光せよ。今あなたに可能であると見えることを何のためらいもなしに今実行せよ。これが成長の家の生き方だ。そして生命の成長の法則にかなう道だ。今できることは今できるのであって、他の時にできるかどうかはわからない。今が賢明だ。今の可能にぶっつかれ、今をあなたの思うままに占領せよ。そこから未来の眺めが開けてくるのだ。新編生命の実相第12巻84-85ページ。背水の陣を敷け。諸君よ、一旦我これをなそうと決して立ち上がったならば、我が行くところ必ず勝利あるのみの覚悟がぜひとも必要である。逃げ道をあらかじめ準備しておいて、ことに望むようなことでは何人も全力を発揮することはできないのだ。中略。背水の陣を敷き、一つのものに自己の心を集中するときは、自己の心の力は無限なるがゆえに、よく自己を死地より蘇らすことができるのである。この真理が分かれば、人は全てを挙げて一つのものに頼るであろう。そしてその一つのものとは魂、自己の内なる無限生命力であるのである。新編生命の実相第12巻93-100ページ。親切の生活を生きよ。諸君よ、本当の幸福は、自分の幸福を追い求めている間は月を追いかけて走る子供のようなものなのだ。走っても走っても結局はその幸福をつかむ日は来ないのである。人のために役に立ち、人から喜ばれ、人の喜びを自分の心に反射して輝くところの喜びを味わわない限りは、いかなる富豪でも。中略。本当の幸福にはなれないのだ。中略。人間は自分をどんなに与え切っても、どんなに人のためになっても、どんなに人を幸福にしてあげても、自分がそのために減ってしまうということは決してないのだ。それどころか与えれば与えるほど、こんこんとして我が生命は湧き出てくるのだ。新編生命の実相第12巻122-123ページ。常に心に善念を恥せよ。我々は常に努力して自己の心を明るく平和に朗らかに保つとともに、憎みや怒りや疑いや恐怖のリズムを心の琴線の上で決して奏でぬようにしなければならぬのである。心のリズムは習慣性を持っている。ことに我々の表面の心の奥底に隠れているところの傾向の心は、特に習慣によって常に一定のリズムを奏でつつ、それを相手に対するなんとなき人格の匂いとして放散しつつあるのである。中略。およそ全人格の匂いとは、その人がこれまで常に最も頻繁に思ったり考えたり感じたりしているところのリズムが、その人の奥底の全体の心の傾きになってしまったものである。新編生命の実相第12巻151-152ページ。取り越し苦労するなかれ。諸君よ、成長の家の同志たちだけでも、ぜひともこの取り越し苦労をしないことにしようではないか。我らは思い煩うことによって一つとして生きすることはないのである。それは実に生命の無駄な浪費だ。中略。生命は言葉であるということを知れ。生命を成長さすのも萎縮さすのも言葉にあるのだ。聞こえる言葉と黙念する言葉とを巧みに実生活に応用せよ。核のごとくして人類最大の敵たる取り越し苦労の魔物を我々全ての人間の心の中から放逐しようではないか。成長の家はこの魔物を追い出すのに、祈りと深層感と朗らかな笑いと互いの賛嘆と暗示と思ってする。新編生命の実相第13巻20-36ページ。思い切りよく、押し強く、勇敢に断行せよ。今汝の決心をすぐ実行に移せ。思想はそれが実践せられるまではただの夢でしかない。中略。機械に向かって最初の第一歩を踏み込まない者は永遠に機械を見逃してしまうのである。人生は明快な決断力を有する人のためにのみ、良い座席を開けて待っていてくれるのである。不決断の人の前にはたとえ空席があろうとも、彼がその座席に座るまでに他の一層決断力のある人がその椅子にかけてしまう。勇敢なる人は自分の目の前に現れたる困難をそのまま神が自分に与えたもうた
希望実現のための踏み石として感謝して受け、困難を踏み台としてなお一層前進する。かかる人には困難はかえってその人の魂の向上の資料となる。新編生命の実相第13巻43-44ページ。断じて失敗を予想せざる者はついに勝つ。失敗を予想せば失敗が現れ、成功を予想せば成功が現れる。これが心の法則である。銅像は鋳型通りに作られる。諸君よ、ぜひとも心の鋳型を大きくせよ。決して自ら好んで萎縮するな。諸君が自ら好んで自己の無限力に席を支配しなければ、何人も諸君の無限力を制限するものはないのである。中略。最初にまず心の世界に強い自信力がなければ何事も形の世界に現れない。結果は原因のうちにある。中略。人間はどれほど自分の可能性を信じても信じすぎるということはないのである。なぜなら本当の自分はゴッドマンであって無限の力を発揮しうるものであるからである。新編生命の実相第13巻69-74ページ。困難を巧妙化せよ。逆境こそは我らの生命に一層の自由を与えるものではないか。空気の抵抗があるので飛行機は空を飛ぶことができるのではないか。タイヤに摩擦があるので自動車は地を走ることができるのではないか。どこにも障害のない世界、抵抗のない世界、摩擦のない世界は本当は自由のようでも、その自由は永遠に発揮されないで可能の形の世界ではないか。だから障害こそは我らの生命に巧妙を放たしむる要素なのだ。抵抗こそは我らの生命を飛躍せしめて意図高き世界へと高揚さすための要素なのだ。困難こそは我らの生命の自由さを現実にする要素なのだ。新編生命の実相第13巻121ページ。家庭生活を巧妙化せよ。静かに彼の実相、本物の彼を見よ。未だいかなる過ちをも犯したることなき神の子なる夫を見よ。神の子なる妻を見よ。神の子なる子を見よ。神聖において彼を見、彼の神聖を祈り出せよ。中略。諸君よ、あなたの家庭を成長の家たらしめんと欲せられれば、心の統制を一瞬じたりとも緩めるな。仮にも不用意な乱れた誤調の言葉を話すな。すべてあなたの家庭にて使われる言葉をば、神の子らしい洗練された者たらしめよ。互いを尊べ。なぜならあなたたちはみんな神の子であり、神の子の生活を成就するために家庭を作っていられるのであるからである。新編生命の実相第13巻167-171ページ。